ドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ。そしてドズル食堂副料理長やっとりです。副料理長になられた。はい、そうです。変容とかなしなんで。今日は、はい、料理長、あ、副料理長のペンツメシ親分にやってまいりました。はい、お願いします。あのペンツメシ選手といえば、はい、やはりクララマがうまいことでも有名ですが、はい、料理がうまいこともね、まあ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 、それなりには皆さん、ご存知なんじゃないかなと思うんですけれども、はい、今日ちょっと、うん、クラロワと料理を絡めた企画をちょっとやっていきたいと思います。本日の企画、はいはい、ボンジュールになら卵焼きを作りながらでも勝てる説。いやまあ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 、いや待て待て待て、いやそれがきついな。それマジできついっすわ。さすがにじゃない。卵の方がね、はい、いやきついかな。クララはもうよ、普段使うのはフライパン。クララはどうですか。はもう別の一品作る感じで、はい、パパッとね、パパッとね、はい、やりながら添え物に扱う。添え物じゃないんだよ。ケンズエス選手は、はい、もう卵を今から割って、はい、そうですね、っていうところですね。今日はまあ2個ぐらい使ってね、2個ぐらいやっていきたいと思います。お願いします。じゃあどうします、割るところからもう試合スタート、はい、それとも割ってから試合スタート。割ってからでいいです。割ってから半で割ってもいいですよ。さすがに全然いいですよ。まあ殻が入ったら一大事なんで、まあ、半であげる。そうなんだよ。殻が入ったらあかんすよ。それはね、確かにね。それはもう半でやるよ、半でやるよ。なんで半で。それはもう殻が入ったらもうダメですもん。はいはい、あ、いい感じいい感じ。自分はな、お玉に入れてやるとかやんないんで。ロドリコ、はい、ロドリコ料理長の式見たんですけどね。さあ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 、いやこれちょっと楽しみだな。いや個人的な予想では、うん、ケンズエス選手勝つんじゃないかなと思うんですけど、うん、でも割とね、本当に本気で言ってる、本気で言ってる、本気で。だって卵焼き作りながらあるそんなの。いやだってボンさんだもん。いやでも、はいはい、とはいえ料理って結構意識持ってかれるんで、うん、そうよね。そう、あ、まあじゃあ行きます。片手間にしないでしょ。片手間にしないでしょ。料理はもう片手間にしないでしょ。フライパンたちも温まってる。はい、大丈夫です、大丈夫です。じゃあお願いします。お願いします。お二方、さあ始まります。さあ始まります。まず自分ちょっと醤油入れるんで。え、解説もすんの。醤油もちょっとやっちゃう。もちろんもちろんもちろん。しかも卵焼きの解説なの。醤油入れてあ、いいいい、塩もね、塩卵焼きの解説、塩もちょっと出しつつ、すごい頑張じゃなくて、たしなんでいきます。すごい、醤油からの塩からのランバー。そうですね、醤油塩ランバー。ちょうどだよ、ちょうどだよ。で、かきますね。面白すぎる。はい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 、はい、あー、なるほど。おそらく相手はバルーンなんで、バルーンっぽいですね、はい。え、そんなの多かった。はいはいはい、ケンツパイスの時なんだ、うん、ケンツパイスは卵焼きでしょ。料理の方はね、卵はこう白身のなんかの変なところ俺抜かないんで、あーもう金沢も一緒にね、はい、やっちゃうよと、やっちゃうよと。あーバレた、バレた、バレた、バレた。さあここはもうベビードラも合わせて、まあ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 、こっちも今のは見つかる。まあ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 、なにベビードラ、いや、わかんないですね。まあまあ、墓石出して、おー、墓石を出しながら、まあちょっと待っていきましょう。これ何、いいいい、卵も順調に進んでますよ。順調ですね、はい、ちょっとそっちもいい、そっちもいい。あ、油引いて、油引いてランバー出します。どういうこと、どういうことで油引いてランバー出します。何それ、面白い、何それ。いや、いい感じ、いい感じ、はい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 、安全に安全、あ、いいですね、安全に安全に、はい、ランバーが揃っていきます。いや、でも今んとこ、これ言われなかったら、うわー、すげえ、次に進んでるぞ。いつの船出したの今、全然、全然、卵溶いてたじゃん。料理中とは思わないですよ。卵溶きながら吸われたんだけど今。で、卵を、いや、いい感じ、いい感じ。いや、言うて、言うてよ、言うて、卵焼き、こっからが本番ですから。手際がいい、手際が。ちょっと軽く、こう、あ、チャンス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 、卵入れた瞬間、チャンス。分かった、卵入れた瞬間、悪い、悪いよ、チャンスだ。はい、墓石で寄せて、まあまあ、一発KOですかね。あ、一発ここは KO していく。ちょっとふわふわにしちゃいけないで。あ、でもこれは、そんな余裕ある。おお、ギリギリ一発、一発で耐えたの。いや、しっかり能力で。向こうのメイン何、やっぱりゴーレム出した。あ、出た、イエルのゴーレム、ゴーレム。これは火をね、ちょっと強めていく。あー、いい感じ、卵もいい感じにもう出来上がってちゃんと見てるのね、クララはも。さこれはアイスイズ、逆サイド、うまい。あー、ごめん、いや、でも早い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 、言うたやり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 。でも、インフェルノタワーがきついでしょ、これきついでしょ、いったでしょ、これ言うてきつそう。さあ、どうだ、ライトニング、
いや、これ、え、モンスターやばくない？まだあります、まだあります、まだあります、まだあります。なるほどね。ぬかりはねえぞと。ぬかりはねえ。卵焼きでも作っててくださいな。はい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 。いや、でもね、ダメージほとんど一緒なんだよ。いやらしいな。いや、これはやばい。これはケンスペイ。これはどうですか、どうですか、どうですか。もう、きつそうに見えるけど、うまい。ウッドブレードくんじゃない？もしかして。サトルネ寄せて、はいはい、でも、ポンさんもちゃんと分かってる。またはねず。落下ダメージが。でちょっと火を弱めて、火を弱めて、あ、卵もいい感じですね。いや、ゴーレム来るでしょ、ゴーレム。いや、コーナーいい。後ろから、作ってんね、作ってきてんね。さあ、どうだ、どうだ。作ってきてんね。ちゃんと形も卵焼きも作ってきてんね。卵焼きはね、もういい感じですよ。あと丸めるだけというところなんですが、さあ、蔵の方ももう終盤。いいよ、入ってる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 。地味に、地味に。さあ、ここどうする？まあ、ゴーレ展開して、まあ、右から展開。そんな余裕あります？ね、そんな余裕ありますか？余裕ありますか？おお、うまい。完全に読まれてる。完全に読まれて。で、一旦ね、もうちょっとこう卵が固まるまで待ちたいと思います。余裕ある。あれ一発入ったら終わるんで。余裕あるんだ。そう、バラ入った。終わり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 。いやー、うまい。ただし、こっちにさ、いやでもライトニングが。いい勝負。さあ、いい勝負ですね。左も押さえて。いやー、これアウトローでも逃げてシュート。結構きつそう。結構きつそう。さあ、ボンジュール選手、ここは勝つのか、合わせれるか。勝ちますよ、勝ちます。来た来た、勝つ。2発、はいはいはい、3発、OK、おー、強い。で、さらにさらに右からも攻める。あ、確かに、これもうどっちも無視できないですか。ゴーレムにとってはかなりきつい状況。え、嘘。大丈夫ここでちょっと待って、いや、ゴーレムがフリー。ちょっと、次ゴーレム回って、次ゴーレム。ライトニングが、ライトニングまだでしょ、まだ、やめろって、バカ。あ、でボスキル間違えた。まあ。いや今も本当にまだもこんな感じで、すごい、ちゃんと卵焼きも超本格的。この端っこ切れば多分いいと思うので、ここからね、はい、最後仕上げていきます。あ、お願いします。はい、シェフ、はい、しっかり料理動画になっちゃう。ボンさんもうまく調理されてしまいました。あ、すげえ、本当にこの、まあこうやっぱりね、別の品を作りながらなんで、ちょっとそういう感じになってしまうんですけど、こちらに移動してます。あ、いい感じよいしょ。サクッといっちゃいます？サクッと、まあ、どうでした、添え物ボンジュールは。まあでも思ったより時間かかったんで。時間かかったってなって、もうちょっと時間が通んなかったみたいに、なかなか時間かかった。すげえ、すごいすごい、本当にお好み、あ、お好み焼きじゃねえわ、卵焼きです。本当に卵焼きになってる。すごいすごいすごい。で、まあこんな感じで、あ、いい感じですね。いい感じです。食べましょう。ボンさんどうでした、はいはいはい、料理中のケンツメス選手は。もう料理中と思えないぐらい。確かに。本当にね。本当に。あ、いい感じでございます。ありがとうございます。ではちょっと一ついただきます。熱いですよ。熱い。熱い、箸いる、まあ、手で。手でいっちゃいましょう。うまっ。おいしい。見えないところに食べてますから。まあでも反省点としては、このね、このあ、クラロワの反省じゃないですか。両端部分は、まあ、ちょっとこう、もうちょっとこう形整えたかった感じですね。あ、まあ、なんですが、まあこう、お弁当とかには行く分、まあ、全然問題ないかな、問題ないかなといったところで。クラロワの反省点はもうなし、そうないですね、もうこちらの。はい、こちらの一品も通りプレイできましたので、こちらの一品も出来上がったので、ボンジュール焼き上がりました。はい、ありがとうございます。めっちゃいい勝負だったよ。はい、ということで、はい、今日はね、あの卵焼きを作りながらでも、ボンジュールなら余裕説。余裕でしたね。あ、これはもう説立証でございます。さすが、料理もうまい、クラローもうまい。余裕ではない、せめていい勝負だった。そこだけお願いします。え、勝ったんすか。負けましたよね。はい、まあ、そうですね。卵割るとこからだったらいけない。まあ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 、もしかしたら次もっとね、この動画が好評だったら、はい、
難しい料理になるかもしれない。まあ何が来てもね。あ、自信ありますか。自信あります。そういうもの作りつつやっていきたいと思います。親子丼になるかもしれませんから。ね、皆さん今日の動画面白かったよという方、ぜひね、ケンツメシさんのチャンネルの下の概要欄に貼っております。料理動画も、クラロー動画もございますので、ぜひそちらをチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。